神宮寺由太、バイクレースへの挑戦。元時代長瀬智也との熱い絆。ファン必見。神宮寺由太のバイクレース参戦計画と長瀬智也との秘密の絆。神宮寺由太がバイクレースに参戦する可能性に胸をときめかせている。彼の情熱の背景には、元時代の長瀬智也の影響があることは明らかだ。長瀬がバイクレースでその実力を示し、 ファンの間でその魅力を広めたことは、神宮寺にとって大きなインスピレーションとなった。神宮寺は幼少期からバイクに強い憧れを抱いていた。2018年、キングプリンスとしてデビューする直前には、自動車教習所に通い詰め、大型二輪免許をわずか1ヶ月で取得した。その後も、彼のバイクに対する情熱は衰えることなく、 休日には愛車のハーレー・ダビッドソンを買ってツーリングを楽しんでいる。そのバイク好きとしての姿勢は、ファンの間でもよく知られている。長瀬智也との接点は、神宮寺が元ジャニーズ事務所に所属していた時代にはほとんどなかったが、退所後に偶然の出会いがきっかけで、二人の間には新たな絆が生まれた。神宮寺が尊敬する長瀬は、音楽活動だけでなく、 ヴィンテージバイクのレースにも積極的に参加している。その姿に神宮寺は大いに感銘を受け、自身も同じ道を歩みたいと強く感じるようになった。永瀬の影響を受けて、神宮寺はバイクレースへの興味をさらに深め、いずれは自身もレースに参戦する夢を抱くようになった。彼のファンも、その挑戦を全力で応援している。バイクレースへの参戦は、神宮寺にとって新たな挑戦であり、 同時にファンとの絆を深めるる。機会でもある彼がレースに参加することで多くのファンが会場に駆けつけその熱狂的な応援が彼の力になるだろう永瀬智也の影響は単にバイクレースだけでなく神宮寺の生き方や考え方にも大きな影響を与えている永瀬が表現者としての新たな道を切り開いた姿に神宮寺は強い共感を抱き自身もその道を歩みたいと願うようになった 長瀬が参戦するレースを観戦しその熱気と迫力を肌で感じることで神宮寺のバイクレースへの情熱はさらに燃え上がるだろう神宮寺のバイクへの情熱は彼の人生における大きなモチベーションとなっているその情熱を支えるのは長瀬智也という偉大な先輩の存在だ彼の影響を受けて神宮寺は新たな挑戦に向けて一歩一歩進んでいるその挑戦の先に どんな未来が待っているのかはわからないが、彼の情熱と努力は必ずや実を結ぶだろう。長瀬智也がバイクレースに参戦する姿を見て、神宮寺は自身も同じようにレースに挑戦したいと強く感じるようになった。彼のファンも、その挑戦を全力で応援している。バイクレースへの参戦は、神宮寺にとって新たな挑戦であり、同時にファンとの絆を深める機会でもある。 彼がレースに参加することで、多くのファンが会場に駆けつけ、その熱狂的な応援が彼の力になるだろう。長瀬智也の影響は、単にバイクレースだけでなく、神宮寺の生き方や考え方にも大きな影響を与えている。長瀬が表現者としての新たな道を切り開いた姿に、神宮寺は強い共感を抱き、自身もその道を歩みたいと願うようになった。長瀬が参戦するレースを観戦し、 その熱気と迫力を肌で感じることで、神宮寺のバイクレースへの情熱はさらに燃え上がるだろう。神宮寺のバイクへの情熱は、彼の人生における大きなモチベーションとなっている。その情熱を支えるのは、長瀬智也という偉大な先輩の存在だ。彼の影響を受けて、神宮寺は新たな挑戦に向けて一歩一歩進んでいる。その挑戦の先に、どんな未来が待っているのかはわからないが、 彼の情熱と努力は必ずや実を結ぶだろう神宮寺雄太の物語はバイクへの情熱とそれを追求する姿勢が如実に表れている彼がキングプリンスの一員として活動する一方でバイクレーサーとしての夢を育んでいる背景には元時男の長瀬智也の存在が大きい二人の接点は限られていたがその影響は深いものであった 神宮寺は幼少期からバイクに強い憧れを抱いていた。2018年、キングプリンスとしてデビューする直前には、自動車教習所に通い詰め、大型二輪免許をわずか1ヶ月で取得した。その後も、彼のバイクに対する情熱は衰えることなく、休日には愛車のハーレーダ・ダビッドソンを買ってツーリングを楽しんでいる。そのバイク好きとしての姿勢は、ファンの間でもよく知られている。 長瀬智也との接点は、神宮寺が元ジャニーズ事務所に所属していた時代にはほとんどなかったが、退所後に偶然の出会いがきっかけで、二人の間には新たな絆が生まれた。神宮寺が尊敬する長瀬は、音楽活動だけでなく、ヴィンテージバイクのレースにも積極的に参加している。その姿に神宮寺は大いに感銘を受け、自身も同じ道を歩みたいと強く感じるようになった。 長瀬の影響を受けて、神宮寺はバイクレースへの興味をさらに深め、いずれは自身もレースに参戦する夢を抱くようになった。彼のファンも、その挑戦を全力で応援している。バイクレースへの参戦は、神宮寺にとって新たな挑戦であり、同時にファンとの絆を深める機会でもある。彼がレースに参加することで、多くのファンが会場に駆けつけ、その熱狂的な応援が彼の力になるだろう。 永瀬智也の影響は単にバイクレースだけでなく神宮寺の生き方や考え方にも大きな影響を与えている永瀬が表現者としての新たな道を切り開いた姿に神宮寺は強い共感を抱き自身もその道を歩みたいと願うようになった永瀬が参戦するレースを観戦しその熱気と迫力を肌で感じることで神宮寺のバイクレースへの情熱はさらに燃え上がるだろう 神宮寺のバイクへの情熱は、彼の人生における大きなモチベーションとなっている。その情熱を支えるのは、長瀬智也という偉大な先輩の存在だ。彼の影響を受けて、神宮寺は新たな挑戦に向けて一歩一歩進んでいる。その挑戦の先に、どんな未来が待っているのかはわからないが、彼の情熱と努力は必ずや実を結ぶだろう。長瀬智也がバイクレースに参戦する姿を見て、 神宮寺は自身も同じようにレースに挑戦したいと強く感じるようになった。彼のファンも、その挑戦を全力で応援している。バイクレースへの参戦は、神宮寺にとって新たな挑戦であり、同時にファンとの絆を深める機会でもある。彼がレースに参加することで、多くのファンが会場に駆けつけ、その熱狂的な応援が彼の力になるだろう。長瀬智也の影響は、 単にバイクレースだけでなく、神宮寺の生き方や考え方にも大きな影響を与えている。永瀬が表現者としての新たな道を切り開いた姿に、神宮寺は強い共感を抱き、自身もその道を歩みたいと願うようになった。永瀬が参戦するレースを観戦し、その熱気と迫力を肌で感じることで、神宮寺のバイクレースへの情熱はさらに燃え上がるだろう。ののバイクへの情熱は 彼の人生における大きなモチベーションとなっている。その情熱を支えるのは、長瀬智也という偉大な先輩の存在だ。彼の影響を受けて、神宮寺は新たな挑戦に向けて一歩一歩進んでいる。その挑戦の先に、どんな未来が待っているのかはわからないが、彼の情熱と努力は必ずや実を結ぶだろう。